ロバート・アンソニー・グリッチは、アメリカ合衆国のミシガン州、マスキーゴン出身の元プロ野球選手。右投右打ち。1967年6月6日に MLB ドラフト1巡目でボルチモア・オリオールズから指名を受け、プロ入り。1970年6月29日のワシントン、セネタース戦でメジャーデビューを果たした。デビュー戦でグリッチは2番セカンドで先発出場。メジャー初打席はケイシー・コックスとの対戦となったが、凡打に終わった。第2打席もコックスと対戦。四球を選んで出塁した。第3打席もコックスと対戦したが、再び凡打。第4打席ではジム・シェレンバックと対戦したが、ここでも凡打に終わり、デビュー戦でヒットを放つことはできなかった。1970年は最終的に30試合に出場。20安打、打率211に終わったが、20安打中3本が三塁打など、起伏に富んだシーズンとなった。1971年は、わずか7試合の出場に止まったが、打率300、出塁率400を記録。さらにメジャー初本塁打も記録した。1972年についにレギュラーに抜擢され、133試合に出場。主に、セカンドとショートを交互にこなしながら、内野の全ポジションで試合に出場した。結果は上々で12本塁打、13盗塁とパワーとスピードを同時に発揮。オールスターゲームにはいきなりファン投票で選出され、6番ショートで試合にも出場した。さらに MVP 投票でも14位に入り、グリッチにとっては大飛躍の年となった。1973年は成績がさらに向上。全162試合に出場し、主要打撃部門こそ伸びなかったものの、大きな収穫となる104球以上を記録。出塁率が大幅に向上し、MVP 投票でも2年連続20位以内となる19位に入った。1974年は打撃面でも飛躍。オールスターゲーム出場、MVP 投票9位ランクインなど、例年通りの活躍を見せた。1975年には成績が低下した。1976年には自身3度目となるオールスターゲームに選出された。シーズンオフの11月6日に初めて FA となった。1976年11月24日にカリフォルニアエンゼルスと契約を結んだ。オリオールズで好成績を残してエンゼルスに入団したグリッチだったが、初めの2年間は本塁打、盗塁ともに1桁に止まり、大きく期待を裏切る形となってしまった。しかし、みそじを迎えたグリッチは1979年に復活。復活というよりむしろ、さらに飛躍を遂げたと言えるシーズンとなった。盗塁こそ一つで、以前のような走力はなくなってしまったものの、自身4度目となるオールスターゲームに選出。いずれも自己ベストとなる打率294、30本塁打、101打点を記録、MVP 投票でも自己ベストとなる8位にランクインした。しかし、1979年はいくらなんでもできすぎだったようで、1980年には成績が低下。50日間に及ぶストライキのあった1981年には、わずか100試合出場で打率304、22本塁打を記録し本塁打王にも輝いたが、それ以降のシーズンでは大爆発することもなく、1986年10月2日の試合を最後に引退した。ありがとうございます。